吉宗評判記暴れん坊将軍。またまた道場破りだよ。お前江戸中の道場主は明日は我が身とばっかりに、俺はもう大騒ぎのてんてこまい。さあその詳しくはこの瓦版に書いてある。さあガッタリ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 、まだかいとっぷじゃねえよ。はい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 、まいった。どうしたい貴様ら、それでも剣術をしてるつもりかい。次。あれが黒田兄弟か。はい、今評判の道場破りでございます。お主も少しは世情に通じるようになったが。お主か。いや、この調子では江戸中の道場が破られると聞いたんで、一体どんな連中かと思ってな。まあ見た通りだ。この一月で潰された道場が6つ、今やどこの道場でもいつ潰されるかと戦々恐々としているありさまだ。師範代のお出ましだ。確かに勝ちは勝ちかもしれんが、あれではめちゃくちゃだ。享保以来の武芸奨励もあんな剣がはびこるようでは何の役にも。何がおかしいんだ。こんな太平の世に武芸奨励などとほざくからあんな連中ばっかりか。免許改善を金で買うような輩まで現れるんだ。まあ怒るんだったら将軍様に怒るんだな。優れた政治力を持つ吉宗にも失敗はある。強引な武芸奨励策が結果として武道を大敗させたのは事実であった。それだけじゃねえぞ。武道の鏡みてえな立派な侍が実に馬鹿げた理由でひでえ目に遭ってる。そんなこともおめえさん知らねえだろう。まったくいい気なもんだぜ。今評判の黒田兄弟ですで、やかましい話せ。おい、黒田、はずら。おい、話せっつってんの、悪いのか、この野郎。かしら。お嬢さんを話せっつってんだよ。何で言ったら分かんだ、こっしょ。何？黒田兄弟と知ってのことかい。やかましい、この野郎。黒田か赤田か知らないけどな、てめえらみたいな薄いたね、雲助が追っといたんじゃな、江戸じゃまといが振れねえんだい。貴様。待ちなさい。相手は丸腰の町人じゃありませんか。卑怯な真似はやめなさい。忍ぶのんかな。お前の花は相手じゃないわ。
若造。こう見物人が多くっちゃ切り合いもままならんな。その命預けたぞ。騒がせてすまなかったな。お待ちください。危ないところを助けていただいてありがとうございます。私は海鮮丼屋信濃屋の娘でおみつと申します。お名前をお聞かせください。いや、拙者は名乗るほどのものじゃありませんので。ちょっと待った。ねえ、お侍さん、私にとってもお侍さん命の恩人だ。せめて名前などを聞かせてくださいよ。お願いします。お侍さん、教えておくんなさいよ。小普請組の早片桐八郎です。片桐八郎様、ありがとうございました。そうでしたか。足の牛はすぐそこなんですよ。お近づきのするしにこのちょいっぱい付き合っていきましょうか。行きましょう。お嬢さん、どうぞ。いや、まあまあいいじゃない。片桐八郎。何、黒田兄弟よ。本当かかしら。本当かって新さんね、ちょっと新さんに見せたかったね。片桐さんの杖のなんのってなわけぞ。とにかく弟のあの黒田伝兵衛っつうの、あれやるのがバーッとかかってきたのをこれスッとかわしてバーッとかってこうすごいのなんのってあんた。お前さん、お前さんなんかね、片桐様がいらっしゃらなかったら今頃ねお刺身になってんだよ。お前ね、せっかく俺はいい気分で言ってんのにお前何をお前しらけるようなこと言うことねえじゃねえかよ。そうだかしら、ひょっとすると明日あたり空船に乗るんじゃないですかね。決まってるよ。乗らないでくれ。甲信組片桐八郎、黒田兄弟をぶちのめしよ。困ります。そんなことをされては拙者困ります。何かお名前が出てまずいことでも終わりなんですか。いや別にそういうわけじゃ。あれ、なんだって片桐が強いことは強いんだからしょうがないじゃねえかな。さあさあさあ。本当に面白い人たちだ。人のうちでお酒を飲むなど私には初めてのことなのに、ついつい杯を重ねてしまいました。まあそれじゃ今度はぜひうちのお店の方にも。いや、私はそんな人に好かれるような人間ではありませんので、私のことは今日限り忘れてください。何をおっしゃるんです、片桐様。どうしてそんなことを。お水さん、今日は本当に楽しかった。ありがとう。片桐様。片桐様。いろいろとお楽しみだったな、林一太郎。組頭がお呼びだぞ。組頭、片桐八郎様がな。林。黒田兄弟を相手にだいぶいいところを見せたそうだな。あ、まあそう小さくなるな。お前が俺の名を語ったことが悪意でないことはよく分かっておる。はい、黒田兄弟を打ち負かしたのは私の腕ではございません。時乗り、いわばまぐれでございます。それでなぜこの俺の名を名乗った。はい、小普請組広志といえど、黒田兄弟を打ち負かすことができるのは一条流免許改伝の組頭しかおりませぬゆえ。組頭が日頃そう言っておられるのを肝に銘じていたわけか。裏切り者の血が流れていても身を恥じることだけは知っているようだ。そりゃそうだろう。林一太郎なんて名前、厚かましくそんなところで名乗れる名ではないわ。まあこの例の忠義立てというならその件の咎め立てはするまい。だがな林、一旦この俺の名が出たからには、今日のその武勇の主はあくまでもこの俺だ。よいか、万一言葉を違えるようなことがあればただでは済まんぞ。
はい。おみつ、いるか。はい、はい、お父っつぁん。明日な、片桐様のところへお礼を申し上げに行くが、お前も来るか。はい。でも、お武家様の屋敷に私などが。おみつ、お前。あ、いいから見せなさい。片桐、そうだったのか。思う相手がお侍様とはな。こいつは熱くてやってねえんだ。これひどいな。これではまるで馴れ合いの剣術踊りではないか。はい、武道とは名ばかりの悪評高い道場の一つでございます。あの片桐八郎がここの出というのは間違いないのか。確かでございます。日頃腕自慢の組頭でいながら剣を取ったところは未だかつて誰も見たことがないというもっぱらの噂。その片桐様が黒田兄弟を破ったというので不審組は大騒ぎでございます。助八、これは何かあるぞ。何かとは。片桐八郎のことを今少し調べてくれ。は。なんだ、騒動士。見てくれ、これを。道場破り待ちでよ。ん？はい、つくばるの。お？なんだ、お一人も。いつ、悪名高き黒田兄弟。通りかかりし白面のお侍。ちょいがちょいと軽くあしらいたれば、哀れや道場破りの兄弟は刀を飛ばし地に入ったり、勇ましくも押しける。普段の剣士の名は小普請組に隠れもなき剣客片桐八郎と言えるほどや。こうなったら野郎、生かし証家に。いかにも拙者が片桐八郎だが、さあさあこちらへ。はい。先だっては娘のおみつが危ういところを助けていただきまして、本当にお礼の言葉もございません。いや、なに、当たり前のことをしただけだ。これはほんのご挨拶があり、これをご縁に一つご実行にお願いいたします。娘のおみつはもう片桐様、片桐様と、このようにお侍様は片桐様しかいないもんと思い込んでるようなありさまでございまして。おお、娘も。それはまた男冥利につきますな。では、あの、ご実婚にお付き合い願えるんでございまするか。もちろんだ。拙者は堅苦しいのは大嫌いでな。実を申すと、なろうことなら妻も町方からもらおうと思っているくらいなんだ。ありがとうございます。それを伺いましたら、娘がどのように喜びますかとか。黒田兄弟を張ってるはずじゃなかったのか。その黒田兄弟が来ているんです、ここに。何？なんだよお前は。
片桐八郎はどうしたい。いつまで待たせる気だい。片桐八郎は拙者だ。何？じゃあこの間の若侍は別人だ。奴は拙者の組下でな。お手前たちが立ち会いたいと言われるならいつでも立ち会わせる。だがこれにはちと子細があってな。どうかな、この件の決着は拙者国進組番方組頭片桐八郎にご一任願いまいか。決して悪いようにはせぬが。よかろう、ここはあんたに任せよ。大将、あの若造をいずれは俺たち兄弟に切らせるのが条件だ。分かった。切るも刀の汚れのあやつ、お好きなように。切るも刀の汚れとは。やはりそうか、片桐八郎は違う人間だったのだな。は、はい。あの若侍の名は林一太郎と申します。林一太郎。はい。それにしてもなぜだ、なぜあの男は名を偽り人を欺いたりするのだ。は、甲府新組に探りを入れてみたのですが、林一太郎と聞くと皆口を閉ざし何も語ってはくれません。聞き出すことができましたのはただ一言、裏切り者と。裏切り者？何のことだ。あの男が一体誰を裏切ったというのだ。早速のお運びでありがとうございます。片桐さん、何もございませんがどうぞごゆるりとおくつろぎくださいませ。恐れ入ります。おみつ、おみつ、こちらへ来なさい。はい。おみつ、さあさあさあ、お帰り、片桐様だい。おみつ、一別以来じゃの。違う。違います、お父っつぁん。この方は片桐様じゃありません。何を言い出すんだ、お前。でも違うんです。片桐様、これ一体何をたわけたことを。片桐八郎はこの拙者の他にはおらぬ。知らぬよ。こともあろうに甲信組組頭に向かって偽物を呼ばわりとは、死体によっては許さんと。お父っつぁん、でも違うんです、あの人じゃないんです。おみつ、いや、ちょっと待ちなさい。とにかくこれは何かの間違いでございます。片桐様、申し訳ございませんが、今日のところはお引き取り。黙れ、下野屋。甲府新組組頭の顔に泥を塗るのは、お上に泥を投げつけるのと同じことだぞ。事の利品が飛ばされるまで、お気性人たる娘の身柄は東方で預かる。お待ちください。それだけは、それだけは、ご勝手。ご勝手よ、ご勝手よ。信濃屋、この一件力を正すのは容易ではないぞ。五千両も積むというなら話は別だ。貴様に惚れた女だ。片桐様、どうしてこんなことに。教えてくださいまし、片桐様。片桐様。拙者林一太郎、片桐じゃない。そなたには会ったこともない。バカだお前、それ言ってどういうことなんですか。わかりません、私は何が何だかわかんないんです。それじゃあ今日来た片桐八郎様が本物の片桐様だってことは間違いないんですね。
はい、それは間違いないんです。じゃあ、あの若いお侍が偽物ってことですか？そんな。おう、師匠、えらいことなんですよ。あのおみちゃんが。話は聞いた。おみちさんを助けたのは林一太郎という片桐八郎の組下だ。それじゃあ今度のことは初めから信濃屋さんを揺するためにあの若侍もグルになって仕組んだお芝居？いや、グルとは思えないんだが、いまだに何の申し開きにも来ていない以上、グルと言われても仕方がないだろう。ちょっと待ってくださいよ。あの石太郎さんはそんな人じゃねえですよ。じゃあ頭は、あくまであの男を善人だというのか？そりゃそうですよ。おみちゃんを助けた時は、あの人は真剣だったんだ。いや、口はばったようなこと言いますけどね。新さん、それぐらいのことはあっしにもわかりますよ。もしあの人がおみちゃんを騙した人だとするならば、よっぽど、いや、きっと命を投げ出してもそうしなくちゃならねえ辛いわけがあったに違えねえんだ。わかった。それじゃ頭の目を信じて、そのわけとやらがわかるまで奉行所に訴えるのは少し控えよう。となると問題は捕らえられたおみつさんだな。娘を返せだと？それはできぬな。しかしこれは間違いなんです。私もその若侍に会ったが、あなたとは全然別人だった。お主、目が悪いのではないかな。黒田伝兵衛を倒したのは紛れもなくこの拙者だ。違うと言われるのかな？ではこの者たちに確かめてもらおう。その通りだ。俺の刀を跳ね飛ばした強いお人はそこにいる片桐さんだよ。徳田新之助とか言われたな。いずれは信濃屋から金で頼まれたのだろうが、ここは他人の出る幕ではない。足元の明るいうちに帰ることだな。助けに来ました。あなた方は？誰かは知らぬが帰ってくれ。頼む。おみつさんが隙を見て私が。知らぬだ！おみつさん、必ず助けます。それまでの辛抱よ。あなたは？林さん、おみつさんを助けたのは自分だとなぜはっきり言わないんだ？何の話です。私はおみつさんなど助けたことはない。あれは組頭片桐様のなさったことです。林さん、どうしてそんな見えすいた嘘をつく？あなたが裏切り者と言われていることと何か関わりがあるのか？黙れ！裏切り者、一体何があるのだ？何が？あれが林一太郎の母か。それにしてもこのすさみようは。
やっと気がついたか。つまらん道場破りなど、この林一家の悲運に比べたら物の数ではないぞ。その悲運とは？うちの中見たか。ああ、見た。この十数年間、畳や襖は破れ放題。庭の手入れもしたことはない。まあ、少ないとはいえ、小普請組の禄をはむ身にとっては考えられんことだ。だがな、いくら金があっても林の家だけは別だ。人並みに家の手入れなんかしようもんなら余計に憎まれることになる。家の手入れをしても憎まれる？それはなぜだ？裏切り者だからだ。裏切り者？おそんな、おそんな、おそんなはどこじゃ？これに。おう、おそんな。お分かりになったのですね、林一太郎の秘密。いや、それよりもな、上様がその林一太郎をお調べになる理由は何じゃ？それをまず申せ。何の罪もない娘がそれゆえに危うい目に遭っているからでございます。おお、それはまずい。ですからその古文書。うん、いやいや、これもまずい。かようなことを上様のお耳に入れとはないのじゃ。と言うて店のわけにもいかんし、困ったな。面倒なことにならねばよいが。何？由比小説？うん。林一太郎の祖父、林利右衛門はな、俺、慶安四年の徳川幕府転覆の陰謀を企てた由比小説の一味だったんだ。慶安四年7月、希代の作詞由比小説は丸橋中也を筆頭とする一味数十名と相語らい、徳川幕府を一挙に葬ろうと計画したが、蜂起寸前に発覚。一味はことごとく捕らえられた。あるいは貼り付けにされ、あるいは自決した死体を晒し首にされ、処刑された者の数は50名を下らぬという。しかし妙だな。一味の者は家族に至るまで無事では済まなかったと聞いているが。利右衛門は別だ。九段の陰謀を徳川幕府に内通したのがその林利右衛門だったんだ。内通？ではそのために裏切り者と蔑まれているのか。そうだ。代が三代変わり、34年を経てもなお林家は常に武士の風上にも置けぬ家柄と忌み嫌われ、まるで林家を蔑むことが武士道の証のように扱われてきたんだ。物の本によりゃ、あの時由比小説の一味は江戸中を火の海にする計画を立ててた。とすりゃ林利右衛門のやったことは徳川の世を救っただけじゃねえ、この大江戸に住む何十万という人を救ったんだ。それでも林家は憎まれ蔑まれる。それがなぜだかわかるかよ、お前さんに。お上への恨み。うん。林利右衛門が内通さえしていなければ徳川家は倒れていたかもしれん。この世ももっとマシなものになっていたかもしれん。そういう密かな思いが林家への憎しみの奥底にあるような気がするんだ。俺自身、徳川のしてきたことが全て正しいとは到底思えないんだからな。上様。だがな、たとえそうでも、その気の毒な林家を一層踏みつけにし痛めつけ、己が欲望を満たさんとする輩から放ってはおけん。やめて！
頭、お願いでございます。あの娘を晴らしてやってください。林、やはり先祖の血は争えんと見えるな。この裏切り者を！やめてください！貴様、我らを裏切ったらどういうことになるか知っているのか。国進組を追放されるだけでは済まぬぞ。貴様の母親がどういうことになるか分かっているのか！何とぞお許しを。カワキ、さあ飲み直した。おい、林を、うん、これ以上奴に生きてられては何かと面倒なのでな。どうだ、やってくれぬか。やってくれぬかだと。奴をやることは初めから言っておいたはず。そうよ、望むところだ。表で待って。林を使いに出せ。信濃屋に金の催促をしてこいと申してな。忘れてはいまいな。抜け。裏切り者と呼ばれるのがそんなに苦しいか。林一太郎、そこまで卑屈になって我が身が恥ずかしいとは思わないか。貴様などに私の気持ちが分かってたまるか。分かるとは言わん。だがな、あんたは一度でもその言われのない裏切り者という声に立ち向かったことがあるのか。逃げちゃいかん。どんなに苦しくても今こそそれと戦わなきゃならないんだ。よく考えてくれ林様。あんたは今本当の裏切り者になろうとしてるんだ。片桐の陰謀に加担し何の罪もない親子を苦しめ自分の両親を裏切ってるんだ。言うな言うな言うな。自分が恥ずかしくてたまらなかった。
でも組頭に逆らうのが怖かったんです。ただもう怖くて怖くてどうにもできなかった。さあ急ごう、おみつさんが危ない。なんだ、林。なんだ、貴様。組頭、おみつさんを返していただきます。林様。貴様、これ俺を裏切るのか。そうです。何、あなたのような薄汚い上司は裏切るのが当然です。私は少しも恥ずかしくはない。林、母親がどうなってもいいのか。心配いりませんよ、林さん。お母様はお助けして、めぐみの頭、辰五郎さんの家にお預けしてあります。林さん、遠慮いらん。早くおみつさんを連れ出すんだ。黙れ黙れ。俺に逆らうことはお上に立てつくことになるんだぞ。かばん、切れ切れ。あとは頼んだぞ。新組組頭片桐八郎とはその方か。は、近頃城下を騒がしたる無頼官黒田兄弟は過日何者かによって斬り殺されたそうだが、そやつらにまず懲らしめの鉄槌を下したのは片桐その方だそうだな。あっぱれじゃ。は、身に余るお言葉、恐悦至極に存じまする。聞くところでは一条流免許改伝とか、それだけの腕前、世も見たいと思うて呼び出したのだ。じい、誰か良い相手を探してまいれ。はい、いや実はそう仰せになると思いまして、立ち会う相手はすでに用意してございまする。さようか。だが生地の腕では片桐の相手にはならぬぞ。ご安心くださりませ。相手をつかまつるのも小野派一刀流免許改伝の使い手、引けは取りませぬ。ん、いかがいたした。震えているようじゃが。おお、武者震いであったか。出ませ。お手柔らかに。始め。一太郎、あっぱれ。片桐、その方の腕前しかと見届けたぞ。黒田兄弟を倒したのはその方ではない、そこにいる林一太郎だ。近頃免許改伝を金で買う不らち者がいると聞く。大方その方もその手合いであろう。いえ、身どもは決して。
そのような。どうした？言いたいことはそれだけか？片桐、そちに逆らうのはお上に立てつくも同じではなかったのか？よく世の顔を見てから返答しろ。上様の御前じゃ。湯が高い。引っ立て。立ちなさい。林一太郎、そちには長い間辛い思いをさせた。改めてよからも詫びをしたい。許せよ。ははもったいない義をことは恐れ入ります。ところでな一太郎、城下で俺によく似たものを見たと思うが、そのことは言うんじゃないぞ。いいな？はあ、またまた驚きだよ。立ち合い黒田兄弟をやっつけたお侍は片桐八郎様じゃなかった。これにまつわるお話ははるか遠い由比小説にまで遡ってから驚きももの木三世の実典だ。はあ、かった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 。はあ、詳しく書いてあるよ。辰五郎は苦手の媒酌人をまたまた務めなければならなくなった。武家と商家の縁組でいろいろと勝手の違う祝言だからである。あの、ちょっとこの勝手が違うもんで、いやですね、泣くほどは何遍もやってるんですよな。ちょっと聞かでも、ほらめでてえことには変わるんですからね。ちょっと杯を置いてみましてさ、とりあえずおめでとうございます。おめでとうございます。ねえ、あれ、ここに来て。何？あれ、男のほら、あれ。まだ早いよ。いいよ。そうか？それじゃあ、一太郎さん、おみちゃん、ちょっとごめんよ。早速やらせてもらおう。あ、どうぞどうぞ、お酒でやってください。それじゃあ。男の俺が選んだ道だ、たとえ茨の道だとて、決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。睨むこの目に血がたぎる。この俺が選んだ道だ、たとえ茨の道だとて、決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血が
たぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。あなた、しっかりして。あなた、その女の顔を見た者は。何をする。これかい。お前は金に目がくらんだ奈落の亡者だ。この俺が三途の川の向こう岸まで送ってやろう。次回、オカリバから消えた女にご期待ください。